下げるまで、そしたらカズマさんが帽子でキャッチ。いいですか、いいですか、僕の方にもカメラ向けてくださいよ。お願いしますよ。じゃあいきます、ちょっと練習ですね。はい、いきますよ、白いボール、せーの、はい、拍手。うまいですね。さあこれはね、誰でもできると思います。ちょっとレベル上げていきましょうか。3つ、いきますよ、いきますよ、やったりやりますよ、騙されないでくださいね。いきますよ、連続でいきます、連続でポンポンポンって飛んでくるから、キャッチキャッチキャッチ、いいですか。全部取ることができたら、カズマさんに大きな拍手をお願いします。それではいきましょうか、ふっ、せーの、はいはいはい、拍手。ちょっとみんなに聞いてみようかな、カズマさんのもっとすごいとこ見たいですか。見たい人拍手をください。大人気。ちょっと待って、やるつもりなかったけど、4ついきましょうかね、4つ。これできたらすごくないですか、すごくないですか。いきますよ、それもすごいよ、今のね。そうなんですよ、僕がやっても拍手もらえないんですよ。いきますよ。あ、嬉しい、気を使っていただいてありがとうございます。じゃあ行きますよ、じゃあこっちの左手に持ってるボールからどんどん行きますね。それでは参りましょう、行きまーす、はい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 、あー今のは僕のせいです。すいません、すいません、すいません、これカズマさんのせいにするとちょっと後で炎上するかもしれないね。よし、気を取り直して、難しいでしょ、いきますよ、せーの、はいはい、あ、ごめんなさい、はい、あ、今のは完全に僕のせいです。さっきのはカズマさんのせいです。ちょっと待って、難しいです、難しいですよね。いきます、いきますよ、はい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 、オッケー、ありがとうございます。無茶振りすみませんでした。この後もカズマさんにちょこちょこ登場していただこうと思います。今日は全くの打ち合わせなしでやってますので、カズマさんがちょっとおどけるところもね、楽しんでいただけたらなと思います。ちょっと嫌嫌嫌嫌な予感するけど大丈夫ですか。多分大丈夫です。多分大丈夫、 OK、 多分です、多分。あ、これだと多分カズマさんの顔が見えないので、ちょっと上にしてもらおうかな。 OK、 よし、じゃあこれでいきましょうか。お分かりですよね、僕がこれ吹き矢でパーンって割るんで、そしたら僕じゃなくて、カズマさんに大きな拍手いただいてもいいですか。いいですか、カズマさん頭の上に置いておくと、見えます、皆さん見えます、これ星が入ってるんですよ。カズマさんがよりイケメンになります。素晴らしい効果があります。それでは頑張っていきましょう。じゃあこれ盛り上がったら、皆さん僕この上に乗って危ないこと頑張りますんでね、よろしくお願いします。じゃあそれでいきましょう、頑張っていきます。ミュージックチェンジ。大丈夫かな、割れたら大きな拍手をよろしくお願いします。今のは忘れてください。カズマさん動かしちゃダメでしょ、今のは僕のせいです。ちょっとプルプルしました。完全に僕のミスでした。逆に難しい、あの場所。楽しくなってきました。おい、あ、いいですよ、動かさないでください、いきます。カズマさん、もう一個お願いしてもいいですか。さっきカズマさんがボールをキャッチしてめちゃめちゃ拍手もらったの、ちょっと羨ましいなと思うんで、ちょっと僕も逆バージョンやりますわ。じゃあこれ、僕この上に乗るんで、そしたらこの3つのボール、僕目がけて投げてもらってもいいですか。お願いします。それでは行きましょう、まずは僕がこの上に乗ります。せーの、今お願いします。そうです、皆さんのその拍手が欲しくて頑張ってます。それでいきましょう、じゃあこの辺に向かって優しく、せー、あ、お兄さん
勝手に投げないでください。すいません。せーのっていうんで、せーのでいきましょうか。いいでしょ。2個目いきます。せーの、はい、完璧。東さん投げるのめっちゃうまいです。ただもう一つ一番大事なことをお願いするのを忘れてました。微妙なフェイントやめてください。すいません、今一回引っかかりました。騙されやすいタイプ。それではいきましょう。3つ目のボールキャッチすると同時におつかまスタートします。成功したら勝間さんに大きな拍手を。それでは参りましょう。この辺に向かって集中、3、2、1、はい、完璧です。おつかまさんに大きな拍手を。本当に急なお手伝いありがとうございます。そして皆さん、ここからは大きな拍手をもらいます。おつかまの動きにご注目。3、2、1。ちょっと待って、あの皆さん、さっきからなんか変だなと思って、たった今気づきました。今日の皆さん、僕が一生懸命お手玉やるより、僕が落ちそうな時盛り上がってます。やっぱり、投げました。振りではありません。信じてます。それではラスト、僕と和馬さんの2人で頑張ります。皆さん、最後まで温かい応援よろしくお願いいたします。それでいきましょう。ラスト、グランドフィナーレです。最後、こちらの綱の芸ですが、全国的に見てもものすごく珍しい芸で、僕自身テレビでも何度か披露させていただきました。最後こちら皆様にお届けして終わりにしたいと思います。そして完全に私事ではありますが、靴が壊れてしまいました。このままやりましょう。後で接着剤で直します。ドンキの接着剤はよくくっつきます。それではいきましょう。ありがとうございます。カズマさんにもう一度大きな拍手を。そして皆さん、ここからが普通の綱渡りとは違うところです。片足で立ちます。片足です。お待たせいたしました。ラスト3本のお手玉お楽しみください。靴も壊れてしまって、ものすごくバランスが取りにくいです。あまり長くは続きませんので、投げたと思ったら素早い反応いただけるとものすごく嬉しいです。最後、皆さんの力を貸してください。手拍子お願いします。せーの、はい、見事投げ回すことができましたら、その手拍子を大きな拍手に参ります。またどっかで見かけたら応援してください。綱乗りジョニーでした。最後一つおまけの技ご覧ください。見えないところから一本投げます。背中の後ろ、一か八か。ちょっと待って、ありがとうございます。カズマさんにもう一度
きな拍手を。カズマさんが優しい方で本当に助かりました。すいません皆さん、もう一回やってもいいですか。あの僕、子供が好きで子供たちにこういう芸を見せたくて大道芸人になりました。でも最近見せたいものが変わったんですよ。もちろんすごい技も見せたい。でもそれ以上にやらせていただきます。背中の後ろ、ラスト2回転キャッチ、よーし。本当に皆様ありがとうございます。それでは降ります。降りて皆様に感謝の気持ちを伝えて終わりです。降ります。降り方好きです。